グナイウス・ユリウス・アグリコラグナイウス・ユリウス・アグリコラは、ユリウス・クラウディウス・アサ、フラビィウス・朝時代の帝政ローマの軍人。主に、ブリタンニアへのローマ軍の遠征で活躍した。また歴史家のタキトゥスは、彼の娘婿になり、彼の手による伝記、アグリコラを記した。アグリコラの出自は、俗州ガリアナルボネンシスで、両親は、エク・イテス・階級のものであったという。 父方母方双方の祖父はまた帝国の行政に関わった人間であった。父親ユリウス・グラエキヌスはプライトル職を務める元老院議員であり、哲学に興味を持つ人間であったという。しかし、カニグラの在位の際に皇族に近い人物であった、マルクス・ユニウス・シラヌス・トルクアトゥスを迫害するのを拒否、これにより死罪となった。アグリコラの母親は、 ユリア・プロキルラ・タキトゥスによれば、彼女は美徳に優れた女性であったといい、彼女の慈愛の下でアグリコラは、マッシリアで育てられた。アグリコラの経歴は、ガイウス・スエトニウス・パウリヌス参加のローマ軍に在籍するトリブヌス・ミリトゥムから始まった。おそらく、ブリタニア駐在の第二軍団アウグスタに所属していたものと思われるが、スエトニウス直属の部下になるよう選ばれ、ブーィカ率いる。 反乱の鎮圧に参加した。62年には、ローマに帰還、社会的地位の高い出自のドミティア・デキディアナと結婚、息子が生まれた。64年には、クワエストルに、プロコンスルであった、サイウェウスティティアヌス・ハイカの元アシア族州に赴く。この任務執行の時に、娘、ユリア・アグリコラが生まれたが、先に生まれた息子は溶接した。66年には、古民間に、 68年には法務官に選出される。この年の6月にローマ皇帝ネロは元老院から国家の敵と宣言され、自殺元老院議員ガルバが押されて皇帝となったが、アグリコラはガルバの命令で神殿の財産目録を編集するように命ぜられる。しかしすぐにガルバは69年に殺害され皇帝位は 属衆ルシタニアの総督であったオトに、この時母親が暴徒となったオトハイカの軍団に殺され、彼女のリグリアでの成果も略奪された。そして、オトがウィテリウスに敗れ自殺。元老院議員ではあったが、能力に欠けたウィテリウスの人望がついえ、代わりにユダヤ族州に駐留する司令官ウェスパシアヌスへの期待が高まる中、アグリコラはウェスパシアヌスを支持。 ウィテリウスは殺され、ウェスパシアヌスは、ローマ皇帝となった。ウェスパシアヌスの任命により、マルクス・ロスキウス・コエリウスの後任として、ブリタニア中流の第二重軍団ウアレリア、ウィクトリクスの司令官に命ぜられる。ブリタニアは4皇帝の年以降、毎年のように反乱に悩まされるようになり、また、俗州総督のマルクス・ウェッティウス・ボラティヌスは穏便な。 人物であったため事態に対応できず、より強硬的な人物であったクインクスペティリウス、ケリアリスが総督として変わった。そしてケリアリスの指揮のもとアグリコラは自らの才能を披露する。75年に任務が終わり、アグリコラはパトリキに追加され、ガリア・アクイタニアの総督となる。77年にはローマに帰還、そして補欠失政官として選ばれた。 翌年にはタキトゥスに娘を与え、娘婿とする。そしてブリタンニアに総督として、再び赴いた。78年の夏、アグリコラワのローマ機兵を殲滅させた、オルドー一族を討伐のため北ウェールズに遠征、そして北上、モナ島に上陸する。ここは61年に、スエトニウス・パウリノスにより撤退したが、ブリタンニア現地人により回復していた。 アグリコラはこの地をローマ化、すなわちローマ式の建物を建て地位の高い者の子息をローマ式の教育を与えることにより行政で高い評価を受ける。また彼はカレドニアにも遠征、ローマ軍をタウス川よりも北に北上し、城塞を築いたという。82年には初めて船で航行しローマ人には知られてはいない民を打ち破ったとされるが、 それがどこの民を指しているのかは現在では意見が分かれている。現在の学者のほとんどはクライドが赤加工であったというが、あるものはアイルランドではないかとも言っている。確かにアグリコラはアイルランドと面するブリタンニアの沿岸部に城塞を築いており、またタキトスの記述では、ヨーフ・アグリコラは一つのレギオと現地の補助兵で、島を征服できうると言っていたと伝えている。 しかしながら現時点では詳しくは分かってはいない。翌年、アグリコラはカレドニア遠征にサイド軍を招集。大多数のカレドニア現地人は、ローマに対して反抗、第9軍団ヒスパナが攻撃される。アグリコラはこれに対して、騎兵を派遣、撃退に成功、ローマ軍を北上させ、北へと追い詰める。この時彼には、息子が生まれたが、同年溶接した。 84年夏には、カルガクスの下に結集した、カレドニアの武装勢力に対抗、モンスグラウピウスの戦いで破った。カレドニア側の戦死者は1万人以上、ローマの戦死者は360人ほどであった。そして、ローマに対抗する勢力を鎮圧できたと判断を下し、軍を難化させた。またアグリコラはこの時、一軍を回路で持って、北上調査させた。これにより、 ブリタンニアが島であることが確認された。85年にアグリコラは異例の長期間にわたるブリタンニア駐在より呼び戻された。タキトスによれば理由はアグリコラの業績が皇帝ドミティアヌス自身が率いたゲルマニアでの戦役の業績に影を差しかねないと危惧したためとしている。実際にはドミティアヌスとアグリコラとの間に そのような圧力があったのかは分かってはいない。事実アグリコラは外戦式の栄誉を受けており、立像も混流されるなど厚遇とも言える扱いを受けているが、一方で以降彼が主要な軍事職をつくことはなかったのも事実である。その後、アフリカ属州の総督の地位を用意されたが、彼は断り93年に死去した。ありがとうございます。